長安で帝をいただけばわしの勝ちじゃ。それでは古老館で倒れた者たちが。呂布殿、これが奴の戦か。済んだか、呂布よ。貴様の乱世はここで終わるのだ。してまいり申した。我ら兄弟の志以外のために武を振るうなど
変木次第もござらぬが。何を言うか、雲長。共に生き、共に死すという我らの誓い、よくぞ守ってくれた。むしろ、兄座のもとに来てくれたか。さて、どうする。俺たちも炎章に言われた分は終わったしな。炎章殿は己の牽制ばかりを求めている。このまま共に戦っても我らの目指す世は作れまい。すまない長女、来てくれて早々流浪の真空を共にさせることになる。お気になさらず。この超紫龍の槍、リュウビ殿の大使を支えるために。ただ進めば殺されに行くようなものでしょう。そなたは？なあ、俺は上玄直、ただの通りすがりですよ。なんだ、怪しい野郎だぜ。怪しいか、確かに。でもあなたに足りないものは教えられますよ、劉備殿。お主、この状況で兄者と知って近づくか。助言直と言ったか。私に足りぬものとは知略、つまりは策を操り戦の大局を描く軍師。ふん、お主、己が知略を売り込みに来たものか。ああ、いや、そういうわけでは。そういえば、小耳に挟んだことがある。この地には牙領と称される賢人がおられると。そなたがその牙領か。いや、そうでもなくて。もったいつけないでくれ。今の私にはそなたの言う通り軍師が必要なのだ。ガリオに会いたいんですか。ああ、ぜひとも。ではここは俺に従ってください。この陣を破りあなたをガリオのもとへお連れしましょう。天下にあなたの輝きを示す。